玉とも呼ばれるは、猫の一個体で、騎士駅の名誉永久駅長。騎士駅の売店で買われるうちに、招き猫的位置づけのアイドルとなったメスの三毛猫で、やがて正式な、駅長という肩書きを持つ騎士駅のマスコットになり、世界的に知られるまでになった。今では、同駅の名誉永久駅長となっている。 2007年1月5日に和歌山電鉄から正式に駅長に任命されたことで話題を呼んだ。その主な業務は客招きであり、岸駅の集客のみならず、日本に平成の猫ブーム、猫のミクスを将来したとされる。人気はなく終身雇用であり、報酬は年俸としてのキャットフード1年分であった。乗客数の増加、観光へのアピールへの功績から、 同社からは、スーパー駅長、和歌山電鉄社長代理の肩書を、和歌山県からは、和歌山県訓行区和歌山県観光招き、大名人などの称号を与えられている。多摩の登場が、日付け役となり、空前の猫ブームが将来され、猫専門の SNS サイトが開設されたり、2012年から2016年の4年間で、 飼い猫の頭数が30万匹増え987万匹となり、近いうちに飼い犬の頭数を抜くだろうと予測されるなど、社会現象ともなり、前述の猫のミクスなる心臓後も生まれた。タマは同駅の売店である小山商店の飼い猫である。同居するメス猫のチビとタマの母親であるミイコも助役に就任した。 このうちミイコは死去後の7月26日に永久助役とされた。多摩の母猫であるミイコはもともと南海電気鉄道時代の岸駅舎南側にあった倉庫内の作業員詰め所で飼われていた。一駅隣の関路寺前駅で生まれたという。やがてミイコは岸駅で4匹の子猫を出産し、そのうちの1匹がミケであった。兄弟たちのうち一匹は死んでしまい、 他の二匹は新しい飼い主にもらわれていったが、一番性格のおっとりしたおとなしい三家の子は、玉と名付けられて、三子と一緒に小山商店で飼われるようになった。チビは生後間もない頃に駅前に捨てられていたのを拾われ、玉が母親代わりとなって育てていた。玉たちは売店と倉庫の間に作られた猫小屋で飼われるようになり、昼間は、 売店の前で過ごすようになった。近所の人たちや、駅の利用客に可愛がられるいわば、駅のアイドルであった。また、タマは、必要以上に耳をかく仕草をすると、次の日の降水確率は90%以上という、天気予報の特技があり、三毛猫が船を守るという言い伝えもあってある漁師から、譲ってもらえないかと相談されたこともあったという。2003年、 岸川線を運営していた南海電鉄が赤字解消が困難なことを理由に路線廃止を表明したが岡山県を中心に公共交通事業を行っている両ソナエグループが経営を引き継ぐこととなり同グループの岡山電気機道の子会社として和歌山電鉄が設立されたこの経営移管に際して路線や 駅の敷地は南海の所有地から岸川町の交有地となり、倉庫は取り壊して駐輪場に、倉庫と駅舎の間はホームへの行動として整備されることになったため、そこに置かれていた玉たちの猫小屋は立ち退きを迫られることとなった。困った飼い主が2006年4月1日に、和歌山電鉄の開業記念式典を終えた後の小島、光信社長に猫たちを、 駅の中に住まわせてもらえないかと相談した。小島自身は、自宅では長い間奇襲犬を飼っていたこともあって、猫よりもむしろ犬好きであったが、この時、たまちゃんと目が合った瞬間、ピカッと、たまちゃんの駅長姿が頭にひらめきました。実に立派で、キラキラしていました。今の日本人にもない目だと、神様から使わされた鉄道の救世主と、たまに惚れ込んだ。 小島の発案によって、招き猫になってほしいとの願いを込めて、それ以前から、駅の利用者に親しまれていた、玉たちを駅長などに任命することになった。これは、和歌山電鉄移管後に合理化のために、岸駅を無人駅化したことも背景にある。猫に駅長を食卓した例は、日本の民営鉄道では初である。さらに2014年1月5日には、玉は、 ウルトラ駅長に、昇進、すべての駅長を統括する職となった。改札口と2008年4月に設置された、駅長室、駅舎建て替えのため2010年2月9日に、解体駅長、助役への任命に際しては3匹それぞれに、正式な移植場が交付され、たまには、特製の駅長帽と金色の名札も支給されている。帽子は、 社員が使っているものを小ぶりにしたもので、社内では唯一帽子に金色の線が入っている。小さすぎて作るのが難しく、完成までに半年余りかかったという。2008年7月には夏用の製帽も支給されている。金色の名札は2007年10月10日に何者かに持ち去られたのか紛失してしまったが、このことを知った動物カメラマンから新たに、 手製の名札が送られ、金色の名札が再支給されるまでの間代わりに身につけていた。玉駅長たちの勤務日は月曜から土曜日で祝日も勤務しており、基本的に昼間の勤務となる。また、2270系おもちゃ電車のテープカットや利用促進のための岸川線祭りなどのイベントで伊達祖駅等に出張したこともある。 玉はおとなしく、駅長就任から一年ほど経つ頃には堂々と風格が出てきたとも評されている。右子は人懐っこい性格で、生前はしばしば娘の玉に代わって、乗降客に愛嬌を振りまいていた。チビは人見知りする性格で猫小屋にこもっていることが多い。2007年5月11日には、 死備が専用刑事から脱走して、行方不明となる事件も起こったが、5月16日5時頃駅に戻ってきたところを乗客が発見し、保護された。2009年7月20日、ミーコ女役が体調を崩し死去。初7日が明けた7月26日に永久女役となった。49日が明けた同年9月6日に、両備内グループのホームページにて公表された。 和歌山県君公爵の勲章、打鳥の羽根付き駅長帽、ベルベットのマントを身につけた玉駅長。2009年1月4日の駅長就任2周年イベントにて、2010年8月には駅舎も猫をモチーフにした玉駅舎に改築された。玉駅長就任の話題は多数のテレビニュースや新聞でも取り上げられ、玉駅長目当ての乗客が日本各地から 和歌山電鉄に乗車して、岸駅を訪れるようにもなった。同時期に、インターネット上で注目を集めた、猫鍋など話題となる猫が多かったこともあって、テレビ番組や雑誌などで特集が組まれることもあった。加えて、玉が両足を揃えると前足の模様が、ハート型に見え、これを見たら幸せになれるというのも、話題を呼んだ。さらには、 和歌山県をめぐるパッケージツアーの一部として、いちご電車やおもちゃ電車と合わせて、玉駅町訪問が組み入れられるようにもなった。当駅の乗降客数は、玉駅町就任まで1日あたり、約700人だったのが就任直後の2007年1月には、約17%増加するなど、玉駅町効果は、具体的数値となっても現れている。 2007年のゴールデンウィーク期間中には、いちご電車と玉駅町の効果もあってか、同社では前年同期比40%増の収入を記録した。関西大学大学院の宮本克博教授は、2007年1月の就任以来の1年間で、玉駅町による和歌山県への観光客増加などによる経済波及効果が11億円に達したとする、 研究結果を発表した。このことから2007年春の開業1周年記念式典にて、同社からスーパー駅長賞が2007年12月には、両祖内グループにおけるトップランナー制度に基づくトップランナー賞客招き部門が贈られている。ちなみにトップランナー賞のご褒美は、猫じゃらしのおもちゃ、年末手当はカニカマのスライスである。さらには、 岸川線の知名度と乗客数、売り上げを向上させたことから、玉は就任1周年の2008年1月5日をもって、駅長からスーパー駅長に昇進した。昇進に際しては、地元住民など約300人が集まって大々的な式典が取り行われ、新たに青字に金の S が入った名札が交付された。 同年4月20日には閉鎖された出殺窓口屋とを利用して駅長室が設置された。駅長室のデザインは、一ち電車や九州新幹線用800系電車など、鉄道車両、施設のデザインを手掛けている、未東家栄治による。この一連の活動に対して、和歌山電鉄にも、人と動物との共生のための活動を行っている、NPO 法人。 ノッツから人と動物との共生に尽力する企業へ贈られる2006年度リブ・ラブ・アニマルズショーグランプリが贈られている。また2008年10月28日には和歌山県の魅力を全国に発信した功績により、ひとし坂義信県知事から和歌山県訓行尺の称号を贈られた。日本国外からの観光客も訪れたり CNN を はじめとした日本国外のメディアでも取り上げられるなど、海外でも話題を呼んでいる。さらに2010年には、駅長就任3周年を祝し、また、就任以来の3年間における業績が評価されたことから、玉は執行役員への昇進が決まった。2010年1月3日に、岸駅において、就任式が開かれた。役員報酬は、岸駅の新駅舎とされ、 同社公式サイト内にある会社概要ページでは実際に執行役員として役員一覧に名を連ねている。2010年8月4日には開業以来の旧駅舎に代わって猫をモチーフにした岸駅の新駅舎玉ミュージアム岸駅が完成した。ひわだぶきの屋根には猫耳と玉の飾りが取り付けられている。2011年1月5日 駅長就任4周年記念式典において、小島社長曰く、玉駅長の神業の活躍に対して人坂知事より、和歌山県観光招き、大名人の称号が贈られた。同時に、海外の客招きのために、国際客招き担当役も発令された。同年1月6日には玉は、常務執行役員に昇進している。これは、社長。 専務に次ぐ、ナンバー3に当たる。2013年1月5日、駅長就任6周年記念式典で、和歌山電鉄ナンバー2の社長代理に出世した。繰り返し訪れる熱心なファンも多く、売店内にはファンから送られた写真などが飾られている。中には、愛知県瀬戸市の招き猫メーカーから送られた、玉駅長をモデルに作られた、陶器製の招き猫もある。 2013年4月30日、玉の古希を祝うイベントが開催された。高齢のため、同日から祝日を除く毎週火曜日、水曜日、木曜日のみの出勤になる。2015年5月19日から、鼻炎のため入院していたが、復帰することなく、同年6月22日に、急性心不全のため死去。同月28日に、 和歌山電鉄主催の浸透形式による車窓が、岸駅構内で営まれ、社長の小島光信が長寿を捧げ、たまに名誉永久駅長の称号を随造した。玉の死後、和歌山電鉄は、岸駅に鎮座する神社の一つについて、玉神社と命名し、2015年8月11日に、社長の小島、 人と坂義信らが参列して、玉神社の宮開き神事を執り行うとともに、神社に玉の銅像2体を設置した。また、これと前後する格好で、同年7月22日から8月13日まで、岡山電気軌道の東山線前線において、玉を追悼する特別仕立ての電車を運行させた。この電車は、玉電車車両を使い、 車内の広告掲出箇所にありし日の玉を捉えた写真28枚を掲出したものとなっていて運行初日には岡山市中区に所在する車庫内でセレモニーを挙行、招待された地元保育園児たちが早速乗り込んで歓声を上げていた死後玉はツイッター公式アカウントで天国行きの列車に乗り込んだとツイートしたがその後天国に到着したと 小島社長に連絡を入れたら、多摩は、新式で葬式をしたから天国には行かないよという返事があり、天国の門番さんにも確認したらその通りだったと、ツイート。その後再び、岸駅へ戻り、現在は、上記の多摩神社に祀られた神様として、末永く駅の利用者を見守り続けることとなった。玉の氏は、生前と同様、海外メディアにおいても、 相次いで報じられた。死後2日経った6月24日に、新華社通信や連合ニュースなどの中国、韓国系メディアが伝えたことを皮切りに、翌25日には、イギリス BBC や、アメリカ CNN などのテレビ局や、AFP や AP 通信などの通信社、デイリーメールや、ウォールストリートジャーナル、リベラシオン、サイト等の有力紙においても報じられた。さらには、 ガーディアンやニューヨークタイムズ、ワシントンポストなどの主要メディアが6月28日に営まれた玉の葬儀の模様も交えつつ報じた。死後7ヶ月余り経過した2016年2月2日、和歌山県は生前の玉が残した功績を同県として長く称えるべく急遽創設した和歌山電動の第1号として殿を入りさせることを決めた。 これを受け、和歌山県立図書館2階に入っている文化情報センターに玉をかたどった聖堂制レリーフが生前の功績を掲載したパネルや年表とともに設置されることになっている。これに先立ち、同年2月16日の午前中にそのレリーフの除幕式を挙行、同式において和歌山電鉄社長小島に対するレリーフのレプリカ贈呈も行われる。 ことになっている。玉の生誕18周年となる2017年4月29日には、日本及び世界の11の国、地域のグーグルドゥードルが、玉駅長仕様になった。二玉と玉2012年1月5日、駅長就任5周年記念式典において、新たに虎猫、二玉に対して、岸駅液長代行兼伊木曽駅長に任命する、事例が交付された。 ニタマは、子猫だった前年春頃に、両備えグループの地元である、岡山市内の国道沿いで、交通事故に遭いそうになっていたところを保護され、三毛猫という縁から、和歌山電鉄の親会社である、岡山電気軌道に譲られ、そこで人好きな性格を買われて、駅長見習いに抜擢された。ニタマという名前は、たまに似た二番目の駅長猫という意味が込められている。土曜日、 日曜日、祝日など玉が、岸駅を休む時には、岸駅長代理を務めることになる。同年2月18日には、伊田基礎駅にも猫用駅長室が作られて、平日はそこで勤務する。なお、玉の、ウルトラ駅長昇進に伴い、三玉が、スーパー駅長の地位を引き継いで昇進している。2015年8月10日の玉の5日歳を機に、 翌8月11日には、玉通予駅長を就名し、二玉は通称となることが発表された。2019年1月5日、マネージャー駅長に昇進。2021年1月23日、ウルトラ駅長に昇進。2017年1月7日、三毛猫の四玉が、二玉の岸駅駅,駅長就任で空いていたいだけ祖駅の駅長見習いに任命された。 四玉は2015年4月20日、一週間前に、飼い犬を亡くした和歌山市内の女性の家に、まだ目の見えない子猫の状態で母猫に置いていかれた猫である。困った女性が友人に相談したところ、その友人が子猫の件を和歌山電鉄につないだことから、小島社長が子猫を面接の上岡山に連れて帰り、岡山電気軌道内にある。 訓練をしない猫液長訓練所で、人が好きなこと、帽子をかぶるのを嫌がらないこと、仕事を嫌がらないことという3要素の適正チェックを受け、液長見習いに任命されることになった。なお、液長見習いの候補には、岡山にいる、三たまたまもいたが、親代わりの両備えグループの候補を担当者が、三たまたまを可愛がって、この子は手放しません。 岡山に置きますと手放さなかったために、四玉が駅長見習いに就任することになった。2018年1月5日、三毛猫の四玉が、井田木曽駅の駅長に昇格。合わせて、玉二世駅長が駅長を務める岸駅の駅長代行に就任。2019年1月5日、スーパー駅長に昇進。イラスト版玉の使用例。 玉電車のエンブレム2008年4月の駅長室春行に合わせて玉をイラスト化したマスコットスーパー駅長玉が公表された。和歌山電鉄の印刷物に掲載されたり実写版の玉グッズと合わせてイラスト版の玉グッズが発売されるなどしている。玉自身は沿線以外など遠方へは出張しないが日本国外も含めてイベントなどへの出演依頼が 殺到していることから、代理出張用として、着ぐるみが制作されていて、玉が、休みの日曜日には代理で、岸駅に登場することがある。2009年3月22日には一号、おもちゃ両電車に続くリニューアル車、第3弾、スーパー駅長玉ちゃん電車、略して、玉電車が、お披露目された。この電車の車体には、 様々なポーズの玉のイラストが描かれるなど、玉尽くしの電車になっており、玉電車サポーターとして広告費の形での改装費の寄付を募っている。現在は他の電車とともに、岸川線を1日あたり6の13往復している。また2009年4月30日には、同じ両備えグループである、岡山県の路面電車、岡山電気軌道にも玉電車が登場した。 2010年4月7日には、両備えホールディングスの両備え、観光大阪カンパニーに、多摩電車と同じデザインを施した観光バス、多摩バスも登場している。この他、和歌山電鉄の車用のバンも、多摩のラッピングがされており、多摩 VAN と名付けられている。2010年9月11日から2011年1月31日までの期間限定で、 九州旅客鉄道の8 8 5系電車に、頑張れ宮崎。ラッピングとして、玉駅長が登場した。そのうち、9月11日から26日までの土日、祝日には、日林市街屋として、博多駅、宮崎空港駅間を1日1往復する。これは、デザイナーの三藤家が、両社の列車デザインを手掛けていることによって実現した、コラボレーションである。 2012年3月27日には、両備えグループの岡山電気軌道バスの路線バスに、新たに、三頭家がデザインした、摩バスが2台登場。これまでの多摩電車、多摩バスとは違い青を基調にしたデザインで、全面上部に、猫耳がついたデザインになっている。2018年9月7日には、両備えホールディングスの両備えバスカンパニーに、両備えバス。 関西カンパニーから転用した高速乗り合いバス、玉バスが、岡山エクスプレス3号に登場している。スポット番組バラエティ番組 CM 玉駅長が、テレビ番組などで知られるようになったことで、岸駅を訪れる乗客も増えた一方で、ローカル線の利用促進など乗客数、収益の改善のためのものであるにもかかわらず自動車で、駅前に乗り付けたり、中には、 飼い犬などを無理やり引き合わせて、玉駅長らをパニックに追い込んだり、さらには、岸駅に捨て猫を置いていくなどといったトラブルを起こす、ものが出現し、問題となった。関係者によるブログ、岸川線応援ブログや和歌山電鉄では、2014年当時、以下のような注意を出していた。ありがとうございます。